西野やと思う。俺じゃ、俺はリョウは使った方がいいね。俺よろしくね、ヨロって言うけど。あ、じゃあ誰かかな、リョウって誰やろ。面白い。でも怖い。16年やってんねんこれ。でも怖いの。俺じゃない。ああいう、まあヨロもそうやし、リョウもそうやけど、あ、ええなこれと思って他でも使ったりするやん、うん、嫁に使ったりすると、うん、浮気したと思われる。あ、なるほど。俺回新しい言葉を入れてるから。確かにね。帰り牛乳買ってきてに返して、りょうって俺が返したら、うん、何それ言ってます。確かに。どこで仕入れたんだよ。どこで仕入れたん。うわあ、了解の答えで、え、何、うわあ。だから下手に使われへん。そんなあんの、夫婦って。いや、あるよ、やっぱり。まあ、夫婦だけじゃなくカップルもあるんじゃない。まあでも普段使わないその若者っぽい言葉が出てきたらね、うん、そういうこと遊んでるんだってって思われがちなるかもしれない。ビクビクして俺 LINE 打つのもだから毎日結婚